はい、こんにちは、バクです。ブレイブリーデフォルト2やっていきましょう。ちょっとね、前回の続きなんですが、録画外でねサイドクエストの消化をしたりしていました。ちょっとね、一つだけサイドクエストをね残している状態なので、ちょっと今回はねそこからやっていきたいと思います。ちょっと録画外でやっつけてしまおうかなとも思ったんだけど、なんかねちょっとしたイベントがありそうなので、ここにねアデルがいるんで、この子の依頼を確認していくところからですね。ねえねえねえ、お願いだよお姉ちゃん。急に言われても参ったね。どうしたんだろう。どうしましたか。この子なんだけど、私たちに仕事を頼みたいっていうのよ。仕事を頼みたい。甘露岳ってキノコを取ってきてほしいんだ。妹に美味しいものを食べさせたくってさ。さっき旅の人に場所を聞いたんだけど、自分で取りに行こうとしたらすごく怒られたんだ。子供だけで絶対に行くんじゃないって。どこにあるんですかね。でもやっぱり諦められなくて、だからお姉ちゃんたちにお願いしたいんだ。俺たちが断ったら自分だけで行きそうだな。わかった、取ってきてやる。ありがとう。場所は確か西にある正気の森って言ってた。西にある正気の森、前に行ったところかな。おい、あれダグ、どこに行こうってんだよ。あ、ここで出てくるんだ。決まってるでしょ、正気の森よ。はあ、あそこに用があるのは俺様たちじゃなく、さっきの子供だろ。いやだ、近くにいるのか、ダグとセレネ。さっき教えた甘露岳ってキノコは、その美味しさから魔物も大好物なの。きっとあの子は可愛い妹のために甘露岳を取りに行くに決まっているわ。そんな危ない場所に子供一人で行かせるわけにはいかないでしょ。いや、ちょっと仲間に加わんないかな、セレネさん。あんだけきつく言ったんだ、行くわけねえさ。そうだとしても、教えてしまった責任は果たさないと。あー、セレネさんが教えてしまったんですね、さっきの子供に。おい、待てよ。おい。またこの二人関連のクエスト。いざ、子供たちのために。難易度がね、星7個、違う、6個か。妹に何か美味しいものを食べさせたいんだよ。甘露岳っていうキノコを取ってきてくれないかな。自分で行こうとしたら、旅の二人組に怒られちゃって。わかった、行ってきましょう。この子なんか喋る？これが妹？お母さんたち、まだ旅から帰ってこないんだ。けど寂しくないよ、私にはお兄ちゃんがいるもん。ああ、この子が妹なんだな。街中にあった絵、誰が消しちまったんだ。俺結構気に入ってたんだかな。まあ、こんな感じなんですよね。ああ、でちょっとパーティーチャットがねついてるんで、パーティーチャットも確認していきますか。フォッソとミッチェル、そこからですね。フォッソが恩人と出会えてよかった。ミッチェルさん、いい人だったわね。あの人のおかげで心が温まったというか、元気が出てきた気がするよ。人が皆あのような方だったら、ホッソも苦労せずに済んだでしょうに。でもそれはなかなか難しいのでしょうね。自分と違うものに恐れや不安を感じる、誰だってそういうものよ。まあ、あの二人ならばどのような困難も乗り越えられるだろう。そうね、時間がかかっても少しずつ打ち解けていくことはできるはずよ。魔物も魅了してしまうような料理を作る腕前だものね。食は心を豊かにする、打ち解け合うには最適だな。そう言っていたら我が輩も腹が減ってきたな。はいはい、そろそろご飯にしましょう。今日はあの二人の幸せを祈って乾杯しましょう。フォッソとね、ミッチェル、まだついてるの、パーティーチャット。船乗りの生活、結構器用じゃない。船に乗ってた時もいろいろ修理してたの。ああ、航海じゃよくあることだ。帆が破れたり、マストに亀裂が入ったりね。あ、これちょっとサイドクエスト片付けたからかな。いや、大変そうね。その経験を生かして修理もするのだから大したものだ。材料さえ揃えば、あっという間か。いや、実に見事。手早く直さないと、嵐や死刑に遭うことだってある。そういう中で身についたのかもな。どんな感じなの？海の旅って。一緒に乗り込んだ仲間も、光景も、全然変わらないんだ。たまに寄る港町はいつも新鮮だな。
陸地が恋しくならないの？恋しくなるな。でも逆に海が恋しくなるっていう船乗りもいる。だから引退した船乗りの中には港町に宿屋や酒場を開く者もいるんだ。常に海のそばで暮らし、現役の船乗りたちとの会話を楽しむため、海への恋しさを紛らわすためにな。なるほど。それで港町の酒場は船の内装を模していることが多いのか。ちょっとサイドクエストでね、今の、なんて言うんですか、スラム街のね、なんて言うんですかね、テントを直してあげたみたいな感じだったんですよね。それうっかり録画外でやってしまったんですけれども、西にある正気の森っていうのは以前ね、入ってしまった場所だと思うんだ。ここですね。正気の森。そんなに広いマップじゃなかったと思うけど。いや、広いのかな？なんだあれ、左上にマーカーついてるんだけど。そこまでどうやって行くんだ？いや、意外と広いのか、ここ。通れないんだ。あ、毒だ。ここ毒の沼地だ。毒の沼地とかあるんですね、本作。幸いね、この辺のモンスターは格下なんで、逃げ惑っているだけで安心ですね。痛い。いや、正気の森。結構な広さですよ。あ、こっち側で、こっち側か。隣のエリアがあるんですね。あ、セーブポイントと入り口に戻る。確かに子供一人で来させるわけにはいかない場所ね。この辺りにあるはずだ。手分けして探してみよう。ダグとセレネは？ダグとセレネはいないの？あ、いたいたいた。おいおい、本当に行くのか？あの子供から頼まれてもいないのによ。これじゃただ働きだぞ。貧乏旅なのに分かってんのか？あの子の目に涙がにじんでたのよ。妹のために必死になって、なんとかしてあげたいじゃない。ああ、まあな。だったら行動するしかないでしょ。なるほど。つまりは俺様の出番ってことだな。そこまで自分を買いかぶれるなんてむしろ感心するわ。まったく素直じゃないな。あなたこそ。分かった、子供のために。行くか。何なんだろう、この二人。そうしましょう。なんだかんだ仲がいいんだよな、この二人な。入り口までのね、ポータルは起動しておきましょう。なんか直接ダグとセレネと会うことってあるんですかね。待って、これまだまだ先は続くっぽいですね。いや、結構毒のね、沼地の上を歩かなきゃいけない。歩いてますよ。宝箱見つけました。カレッジリングか。カレッジリングいるかな？いや、これね、結構毒の沼地のダメージえぐいんですけど。結構ダメージ受けるんだよな。こっちでいいのかな？セーブポイントがある。ついたっぽいな。確かね、前にダグとセレネのサイドクエストをやった時は、ボスモンスターが出てきたんでね。多分今回も出てくるんじゃないかな。回復しておこうね、念のためね。んじゃあさらに奥に向かっていきます。やっと見つけたわ。おい、早くしろよ、魔物がうようよしているんだからな。わかったわ、ダグ、周囲の警戒を頼んだわよ。あ、任せておけ。てでかいな、でかそうなカマキリ。なんだこいつは。なんだこれ、鼻カマキリみたいな。かかってこい、このダグ様が相手だ。どうなるんだ。これだけあれば。あぶれ。ダグ。俺様いい。無事だ。どうだ、集まったか。これだけあればもう十分。よし、じゃあ逃げるぞ。ほら、よっと。ほう。なんか直接、あ、落としてっちゃうの。落としていっちゃうんだ。何しに来たんだ。どうやら、この魔物の縄張りのようです。
ですね。ダグとセレネとはやっぱり直接会わないんですね。ああ、まずはこいつから片付けるぞ。やる気満々じゃないですか。強そうなの出てきたな。よし、行くぞ。はい。まあ結構ね、またジョブチェンジをしているんで、これなんか部位が分かれていたりするんですかね。どうかな。我が輩の本気。まあ、とりあえずね、デフォルトして、エルビスはね、ピクトマンサーにしています。ピクトマンサー、ちょっとね、何かいいスキルないかなと思って調べていたら、ピクトマンサーがね、すんごいスキル覚えてしまったんで、とりあえずみんな一旦デフォルトでいいかな。早いな、エルビス。デフォルト、デフォルト。大して強くはないな。芸術。何かもかけていきますか、デバフ。軟弱なブルーをかけていきますか。私の番です。そんで、ですね、体術じゃないんだよな。スピン技単位あたりで、これ待って、これ今デフォルトしてるのか、どうなんだ。やってみよう。単位あたり BP の消費がね、1を抑えることができるっていうね、アビリティをね、ピクトマンサーが覚えることができたんですよ。それによって単位あたりがね、BP の消費なしで単位あたりをすることができましたんで、グローリアとアデルに関してはもうすでにね、そのスキルを覚えています。で、今エルビスがピクトマンサーをやっていて、最後にね、プペチはまたピクトマンサーやろうかなと考えている感じですね。ちょっと待って、グローリアが動けないぞ。我が輩の本気、あれは今どういう状態、麻痺かな。麻痺直し。あ、一回調べた方が良さそうな気がするな。これ誰だ。グローリアがデフォルトだな。あ、デフォルトしちゃった、間違えた。なんかやたらエルビス狙われてませんか。一旦ね、軟弱なブルーもう一回かけよう。調べるやりたいんだけどな。エルビスばっか殴られるよ。ケアルしてくんのかお前。まあ、大した回復量じゃないですね。で、アデルも単位あたりしていこう。単位あたり4回できるからね。強い。強い。ベルセルク。アデルはね、ベルセルク転職しています。一回回復した方がいいな。いや、ケアルラして、芸術、軟弱なベル。今度は右手側。いや、なんでこんなにエルビス狙われるんだろう。で、今度は右側ね。パピローズ・エンプーサっていう名前だったんですね。名前見てなかった。まあ、サブ BP 節約がね、とても効いてる。で、一回調べていきますか。まずパピローズ。弱点はやっぱ火だよね。すぐ倒せるな、これ。ブレイブしてきたよ。火炎。いやいやいや、なんでこんなにエルビスばっかぶん殴られるんだろう。危ねえ、危ねえよ。デフォルトしとこう。デフォルトして、デフォルトして、ケアルラと全体ケアルラ、これでいいんじゃないかな。とりあえずこいつを倒しておけば OK。 あと1箇所ね。火炎、我が輩の本気、間違えちゃった。とにかくあとはエルビスは回復してればいいんじゃないか。あれ、ちょっと待って、生えてきたよ。また真ん中倒さなきゃいけないのか。多分このエンプーサ、真ん中を倒さないといけないんだろうな。一回調べておこうか。エンプーサ体力どれくらい。1万か。あと大したことないな。これで4回、6000ぐらいにはなるかな。クリティカルが出ないな。両手とも生えてきちゃった。一旦デフォルトして、これで倒しきれますね、多分。ベルセルクの体当たりはやっぱり強いな。残りの部分ね。さて、石化しちゃった。エルビスが石になってしまった。回復してくるんだな、こいつな。あ、治った。石化するけど治るんですね。
オッケー。あとはなんとか体当たりでねじ伏せられるんじゃないか。おとなしくなさい。悪く思わないでよ。オッケー、倒しました。俺たちの勝利だ。これは、うん、サブ BP 節約とても強いっすね。これちょっと外せないアビリティが出てきてしまったな。早くね、主人公も覚えていきたい。あそこ、あれってあの子が言っていたキノコじゃない？誰かが摘み取ったもののようですが、でもなぜこんなところに。ダグとセレネ、どこから逃げたんだ。ねえ、せっかくだからこれを持ち帰っちゃいましょう。ああ、そうだな。他の魔物が来ないうちにここを離れよう。甘露茸を手に入れた。あ、じゃあ持って帰ろう。テレポストーンがあるの忘れてました。これで帰ろう。ほら、約束のものよ。待たせちゃったわね。ありがとう。これで妹に美味しいものを食べさせてあげられるよ。礼には及びません。さ、早く妹さんの元へ。うん、無事帰ってきましたが、ちゃんとあの子供に渡ったようだな。いや、影から見てるんですね、この二人。そうね、よかったわ。残念でした。何ふてくされているんだよ。別にそんなつもりはないけど。あのな、確かにあれを落としちまったのは俺様のミスだ。悪かった。でもな、結果的にはどうにかなったんだからいいじゃねえか。そうね。しかしよ、そうやって献身的なところはお前らしくていいと思うぜ。な、ほら、くだらないことを言ってないで行くわよ。おい待てよ。この二人はなんで旅をしてるんですかね。どこに向かってるんだろう。クエストクリア、速度上げまんじゅうもらえましたね。妹は俺が守らないと。あいつのお兄ちゃんは俺しかいないんだから。パーティーチャットついてる。美食の旅もいい。気になる。いかんな、気になって気になって仕方がなくなった。どうしましたか。甘露茸と言ったらなかなか美味との評判だ。そういう美食を堪能してから死にたいものだな。死にたいものだな、なんてまだまだ寿命を気にする年でもないでしょ。いやいや、時の刻みというのは思っている以上に早いものなのだぞ。まあ美味しいものを味わえずに死んじゃったりしたらすごく後悔しそうだけど、そんなにうまいっていうのなら俺も食べてみたくなったな。炙って食べてもよし、煮込んでもよし、歯ごたえも抜群と聞いている。頬張れば最高の旨味が広がるらしい。想像しただけでよだれが出そうだ。ちょっとそんなに美味しそうに語らないでよ。こっちもお腹減ってくるでしょ。俺もだよ、聞いているだけで無性に食べたくなった。ならばキノコ料理を出してくれる店を探しましょう。グロリアが一番気になってるみたいね。がっはっは、人生は短い、大いに食べようではないか。急な飯テロですよね。キノコ料理ね、あれ、ここに宝箱、開けてあった。じゃあ一通りね、これでサイドクエストは片付きましたんで、再びね、雪国に向かっていきたいと思います。移動はね、馬車で移動することができるんで、もう助かりました。このね、エンデルの村にもね、馬車のサービスがあったので、簡単にね、今までの街に帰ることができました。そうしましたら一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、またね、次回はこのエンデルの村の探索をね、していきたいと思います。全くね、進めてなかったんですけど、ちょっと録画外でね、何かないかなと思ってうろうろしていたら、ここでもね、何かイベントが発生してしまったので、まあ、そちらはね、次回やっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。